さあ始まりました、中古で買った飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのか、続きやっていきましょうか。今でね、だいたい10万円分の飛び森から4分の1ぐらいは終わったんじゃないかな。さあやっていきましょい。さあやってきましたが、なんか初期化されてる気がすんな。いきます。はい、幸先悪いですね。よし、2個目持ってきました。やっていきましょい。あー、これはいけてるんじゃないですか。あんだけ花が植えてあるってことは、あー、いけてますな。オッケーです。よーし、やってきましたよ。お、なんかすごいインテリ系な方ですね。さあというわけでやってきたわけなんですが、すごい頭の良さそうな感じの方ですね。え、すごいな。あ、金のパチンコ持っている、銀の網も持っていて、銀のスコップも持っている。すごいんじゃないですか。正直さ、この家の感じからしてすぐに売ったんじゃないかって思ったんだけど、案外金のパチンコとか。さあ手紙を見ていきましょう。母からのプレゼント、任天堂からのプレゼント。何これ。秋捨さんへ、国用の家具、角消しソファー。角消しソファー、これは何。任天堂からめっちゃ来るな。あ、キャンパスベッド、キャンパス系か。これも任天堂さんから、めっちゃキャンパス来るやん。ハンナさん、ミミィちゃん、オッケー。じゃあ早速プレゼントあげていきましょう。ポトス、角消し、キャンパス系の家具って言ってたもんな。で、象の滑り台。ここら辺はただ住民からもらったやつなんじゃないでしょうか。だよね、オッケー。じゃあ早速、手紙見ていきましょうか。23、任天堂、また来た任天堂。あ、アミーボへのアップデートのやつね、オッケー。じゃあ早速家の中入っていく。どんな子がいるんだろう、住民。ビンタいるじゃん。うわ、ビンタいる。おー、行こうぜ。わ、すごいな。なんだこの部屋。なんだこの部屋。まあな、服装からしてすごい賢そうな感じしてるけれども。え、なんでここ?なんでここにこのマーライオン。なんだっけこれ、マーライオンだっけ?いや、マーライオンだ。なんでここにマーライオン?もう機械めっちゃ水濡れるやん。なんかすごい機械に向かってめっちゃ水出してるけど大丈夫なんかな。わ、これもだ。あ、水、水に、水が好きなのかな。機械に水かけるのが好きな人なのかもしれないですね。どんな人だそれ。このホラー村でよくあるやつな。これ若干音があんまり好きじゃないんだけど。ロッカー見ていきましょう。何これ。ミックスウッドクローゼット、ニューイヤーハット、ミックスウッドクローゼット。あ、出た。スーパーマリオの床。みんなスーパーマリオの床持ってんもんな。マスターソードとか。なんか知らんがみんな持ってるよね。ピックミーン。ビリヤード台。ここら辺はまあまあまあ、普通って感じだけど。わ、出た、キャンパス。キャンパス系好きだな。キャンパス系って結構手に入れんの難しいんじゃないの?なんかめちゃくちゃキャンパス系持ってますね。任天堂さんからすごい。もらってる感じしますけど。へぇ、任天堂のゲームが好きなのかな。ヨッシーの卵とかあるよ。で、これ、ブルーファルコン。ブルーファルコンってなんだ?気になるな。上上がってみよう。オッケーです。すごい、任天堂好きだな。気になる家具をガンガン出していこう。これ、ピーチ姫の傘。あー、本当にピーチ姫の傘だな。で、ヨッシーの卵で、ブルーファルコン。あ、これか。で、これがキャンパス系と。はいはいはい。キャンパス系も結構見かけるけれども、壁紙貼る。わー、すごい。もう完全にキャンパスしてますね。戻しとこ。で、C の欄には何が入ってるんだろう。初日の出ランプ。何これ。気になる。初日の出ランプ。アカデミー。カーニバル系。干支の置物。オフィスパソコンラック。こういうオフィス系が好きなのかな?出た、ブッシュドノエル。これもうみんな大好き、ブッシュドノエルね。おーし、オッケー。パソコン出しとこ。で、パソコン好きだな、この子。パソコン。で、なんでこんなパソコンの周りに水を置きたがるんだろうな。え、どんだけでかいの?あ、違う、壁にかけるやつか。初日の出ランプ。うわははは。これが初日の出ランプか。あ、面白、これ。で、パソコン。あー、パソコン好きだなー。オッケー。
アップデートするとな、2月の23になるからな。待って、開いてんじゃん。ということはこれ眠らない街にしてるんかな。こっち側めっちゃ寂しいよね。左側に住民が固まってるのに、右側は誰もいないっていう、ちょっと寂しい感じしますが、何作ってる？交番か。あ、交番作ってるんだ。しゃあ、じゃあ商店街の方行ってみましょうか。わー、眠らない街になってるんだな、これ。正直ね、眠らない街って結構珍しいからな。みんな美しい村条例にしてるしな。へえ、夜に来るのって結構不思議な感覚ですが、好きだなーこれ、この家具。みんな大好きか？夜にスーパー開いてるって珍しいよね。こっち側はレイジ。特に何もなさそう。さあ、というわけでこっち側に来てみたが、特に何もなさそうな感じかな。マイデザも特に更新されてるわけではないですね。さあ、最後に恒例となった貯金残高見ていきましょうか。ローン返済があるってことはそんなに入ってなさそうです。 OK。 よっしゃ、じゃあね、1個目が初期化されてたので3つ目紹介していきたいなと思います。1個の動画で3つの中古の飛び盛りを紹介していくスタイル。うわ、初期化されてそう。いきます。おーえー、さあ、あ、特に何もないってこと。あ、結構これ久しぶりなんじゃないか。何月？10月23日。え、めっちゃ最近やんけ。待て、これ10月ってことは、あれもしかして、いや、これは間違いなく、え、去年の10月ってことはめっちゃ最近な気がするんだけどな。5ヶ月前な気がするぞ。いや、若干怪しいラインではあるんだけど、いや、アミーボプラスに更新されてたってことは多分、いや、これは間違いなく去年だなと。2017年10月あたりに売られたデータなんだと思うんだけど、岩の卵。岩の卵なんか出てきたよ。飴が入ってた。女の子のデータなんですが、いや、これは始めたばっかりな気がするぞ。え、これさ、え、これどうなんだろう。村作り直したのかな。え、そんな感じしない？なんか村作り直したんじゃないか。2014年の10月にあった。たんだけど、いや、作り直した可能性はないな。新品の飛び盛りが中古で売られて、さらにその中古で売られたものを俺が買ったみたいな感じなのかな。なんか4年経ってるような感じしないんだけど、正直。2014年でしょ。まあ一応ね、全部アミーボプラスじゃない方の2012年に発売した飛び盛りで買ってるので、多分その可能性の方が高いんじゃないか。もうもろ豆粒だしな。エイブルシスターズだし、貯金額見ようぜ。いやー、なかなかに神データに出会えないんじゃないか、これは。預け入れ引き出し、ちょっと待って、ローン終わってないでしょ。何これ、引き出し、え、どんだけ入ってんの。あ、は、金がない。8625ベル。これが本当のこの子の持っている全財産ってことか。いや、8525ベルはちょっとつれえな。お、いや、木植えたばっかじゃんか。マジか、これ。木が完全に植えられたばっかですね。どうした、お前。役場の前に立って。どうした？あ、いいだ、ちょっと前にこの村に引っ越ししてきたのさ。いや、でもそれよりも、役場に入れないんだが。あ、役場、あー、ありがとう。通じた。しずさん、こんにちは。いや、なんかね、役場がすごいピカピカに感じますね。あ、引っ越しのお片付け落ち着きましたかって、もう本当に初期の初期じゃん。しずさん、どこ住んでるんだろうな。マジか、これ。わー、もうガチの初期の初期ですね。はい、というわけでですね、あの、村長の椅子に座ってくださいってことは、もう完全に初期の初期ですね。はい、というわけでね、今回は3つ中古の飛び盛りを紹介させていただいたわけなんですけれども、まあ残念ながらね、今回も神データと呼べるようなものは見つからなかったんですが、あとね、20個ぐらいあるんですよね、中古の飛び盛りが。まああとね、4つか5つぐらいね、できれば神データに遭遇できたらなと思っております。というわけで今回はこの辺でお届けしましょう。じゃな。